エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーでーす。熊本城にやってきてます。熊本城のですね、飛行するやつでポロシャツがですね、予約販売があってたんですね。それを予約しようかなと思ったんですけど、ちょっとデザインが好みじゃなかったので、同じく復興につながるやつで T シャツが前からあるんですね。その T シャツの方をですね、今回買いに来ました。目的がそれ一つじゃないんですよね。実はですね、スマホが新しくなりまして、若干ですね、カメラの性能が良くなりました。初撮影になります。で、どこにしようかと思ってたところだったんで、熊本城を今回撮影しに行きたいと思います。エルちゃん、今熊本城の下にある城西園の方の駐車場に行ったんですけど、満車で入れなかったんですよ。なので近くのパーキングに今停めて撮影しています。それでは早速行ってみたいと思います。エルちゃん、エルちゃん、さあ丸のところに行きましょうかね。いるかな。あ、いたいた。よいしょ。あ、こんにちは。T シャツ？そう、 T シャツですね。ポロシャツの予約のやつ見て、うん、ちょっと好みじゃなかったんで、うん、T シャツいいと思ってT シャツにしようと思ってT シャツが2種類かな。これか、こっち、うん、この後ろが、あ、これ見ていいよねとか思ったんだけど、うん、こっちはもうここだけ、ここだけか、うん、あ、あれね、この物の雰囲気いいじゃないですか。あ、物の口、残ってましたか。まだちょっとね、あるんな。なるほど、わかりました、見ておきます。ちょっと話が出たから、はい、お願いします。
願いします。はい、ちょうど会社でその話が出たもんで食いついてくれた人が一人いてではでは、まあ、はい、今日はどうもお疲れ様です。エルちゃん、さあ、目当ての T シャツも買えました。撮影に使ってるジンバルの調子が悪くて、今もあんま調子良くないな。今日はこっちからはお城には行けなかったですね。なんで二の丸からまずは移して回りましょうかね。広場の方は、まあ、時間も過ぎたからかわかんないですけど、そんななんですけど、結構団体さんがいらっしゃいますね。さあ、それでは頑張って行こうかな、向こうまで。エルちゃん、でも日中来るのって久々かな。それも一人、いつぶりだろう。ぬいぐるみとか買いに来た時ぶりかな。あとはだいたいキリトと一緒だったんで。はい、ありがとうございます。こちら無料の券でお入りいただきます。はい、はい、ああ、すみません、お願いします。はい、はい、うわー、なんか調子悪いな。エルちゃん、エルちゃん、いつ見てもいいですね。エルちゃん、はい、今帰ってますよ。いやー、ほんと暑かったなんか毎回行ったら暑い暑い、疲れた疲れたって言ってるような気がするんですけど、ほんと今日も暑かった。暑すぎてそれのせいなのかもわかんないけど、使ってるジンバルがバグっちゃって全然言うこと聞いてくれなかったんですよ。操作をするんですけど全然違う方向を向いたりとか、スマホとの Bluetooth が切れたりとかで、もう、え、あれ、 今の撮れてなかったのみたいなのがありましたね。うまい撮影が今日もできなくて残念だったんですけどね。まあ、それでもですね、買いたかった T シャツですね、熊本城の T シャツゲットしました。わー、でも熊本城多かったですよ。
海外の方たちもいたんですけど、あとは修学旅行っぽい子たちもいましたね。それと一般の人もなんですけど、県外から来られてるような話ぶりも一緒に歩いてると聞こえてきてましたんで、みんながなんかすごいすごいって言ってるんですよ。だからもう俺もですね、そんなしょっちゅう行ってるわけではないんですけど、改めてこう、ああやっぱ熊本城はすごいんだなっていう実感が湧きました。ということで今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺にかかってこい。